はい、さっき見ていただいたあのお花がこう並んでるモチーフのやつが人気で、はい、もっと上 の, あの60代とか70代ぐらいの方だとこういうのを好まれたりとか、はい、それがだいたい掴めるようになってきたもんで、あ、なるほど、はい、で、あのさっきこう一本一本通すって言ってたのが、このこれが装甲っていうんですけど、ここに通して、はい、あとこの下のこれがあのおさっていう、さっきこう米織りで言うとトントンとやるんだよって言ってたのがこのおさなんですけど、はい、大抵その米織りとか薄い木尺、あの着物の生地とか服地織るのはもっと、はい、全然こんな鉄製とかじゃないですけど、うちのはこう強い打ち込みをするためにこのぐらいこうしっかりしたあのおさになってて、これがすごく重くて、これをこうドンと、あ、そんな感じなんですね、ドンっていうふうに下ろすことによって、あの目がこう詰まって、あのこのぐらいの密度が出てるっていうことです。こういった一応こういうふうにして入れて、はい、まあ、この差でドンとまた叩くんですけど、これがあのグラフっていうものなんですけど、はい、あのその柄の一つ一つ全部こういうグラフっていうのを作って、まあ設計図みたいなものなんですけど、はい、これを一段一段こう、あのこうやって上げていって、これ目隠しなんですけど、はい、柄を間違えないように持ってます。案外深くしっかり切られるんですね。深く切れないとちょっとあの埋まる、水が背筋があの使ってるうちにね、埋まってしまうもんで、そうで、この一応作るわけですね。こういうして、この葉っぱだこうだな。目の目で見た感覚で、見て見て感覚で出て。あとはあの電気バサミって今やってありますけども。電気バサミね、はい、ここさ、あの本当にね、ここにあのカムつけて振動で、へえ、そういうのがあるんですけども、こういうところができないからね、こう前の、うん、繊細な動きは難しい、繊細な動きはやっぱりこれ引っ張るしかない。終わったもんで、ちょっとこうちょっとこう見ました。これ実際その作られる1枚仕上がるまでに、どれぐらいの時間がかかるもの、カットがね、このカットはやっぱり今日ここから始めたんですけども、はい、今ここまでやる、あ、カットでも1日、カットで1時間ぐらいね、やり方って何日だ、3日、4日か、いや、これ多分もうちょっとかかった気がしますけど、時間的にカットとか8回しかしてないから、